私はエミ、60歳です。半年前に熟年離婚を経験しました。元夫との間には2人の子供を授かり、傍から見れば順風満帆な家庭に見えたでしょう。しかし、夫婦仲はいつの間にか冷え切っていて、仮面夫婦を演じていました。下の子を授かってからは全く夫婦関係もなくなりました。腕を組むことさえなかったのです。しかし、子供たちの前ではごく普通の両親を演じ、彼らを不安にさせないように努めました。その点は元夫も協力的だったので、さほど苦痛は伴いませんでした。一生仮面夫婦でも別にいい、離婚するほどでもない、そう思っていたのです。しかし、事態は大きく変化します。子供たちが巣立ち、夫婦二人だけとなった我が家は、会話もなく、暗い雰囲気をまとっていました。次第に夫は会社の帰りが遅くなり、さらには休日も朝から晩まで帰ってこず、家にいたくないのだとすぐに察しました。しかし、私はこの状況を打破しようとは考えませんでした。不仲な相手と同じ空間にいなくて済むし、正直夫に興味も関心もなかったからです。そんな中、私が買い物へ出かけていると、街中で派手な風貌の女性と腕を組んで歩く元夫の姿を見かけました。そのことを問い詰めると、あっさり浮気を認めたのです。家に寄りつかないのはそのためだったのです。おかしなものですが、怒りよりも先に浮かんだのは、夫が男としてまだ現役だというその事実でした。私とはもう何十年もないのに、いくら仮面夫婦だからって浮気を許容する気はありません。私は怒りや悲しみを抑えつつ、冷静に話し合いをしようと試みました。しかし、夫は私の歩み寄りを無残にも突き放し、離婚してくれ、そう言い放ったのです。浮気した張本人から偉そうに離婚を突きつけられて、悔しくてたまりません。被害者は私の方なのに、時すでに遅しですが、どうせ別れるんなら私が先手を打っておけばよかった、そう思わずにはいられません。離婚をためらった理由は至ってシンプルです。元夫といたら食べるものにも困らないし、不自由ない生活が保障されていたからです。しかし私はあっという間に独り身となってしまい、金銭面の不安がつきまといました。ためらう暇もなく、私は一念発起し、引っ越し先のアパートでレジの仕事を始めました。慣れないことばかりでミスを連発し、その度に落ち込んでいた私ですが、幸い仕事仲間はいい人ばかりで、助け、支えてもらいながら業務をこなす日々でした。まだまだ半人前ながらも、レジ打ちをしていると常連さんの顔もだいぶ覚えて、挨拶や世間話を交わせるほど余裕も出てきました。そのうちの一人である橋本さんという男性は、夕方頃に決まって惣菜を買いに来ます。見たところ40代ほどでしょうか。大柄で日に焼けた肌に作業着がよく似合います。彼の買うものはいつも決まっていて、揚げ物、カップ麺、そして缶チューハイ。独身なのでしょうが、こんな食生活じゃ体に悪いと心配してしまいます。そんな胸中でいるとうっかり口を滑らせてしまい、野菜も食べないと栄養が取れませんよ、なんておせっかいを垂れてしまいました。すると橋本さんは恥ずかしそうに頭をかき、野菜が苦手でと苦笑しながら答えます。ただのレジ従業員が何を言っているんだと自分で自分を責めた後、余計なことを言ってしまったと謝罪した私。しかし彼はふてくされたり怒ることもなく、その通りですから気にしないでください、そう笑って去っていきました。しかし家に帰り、私は反省しました。仕事に慣れてきて少し気が緩んでいるのかもしれません。そしてまたある日、仕事を終えた私はささっと着替えて勤め先のスーパーで買い物をしていたのです。一人ともなるといろいろ大変なことが伴いますが、食事を作る面では楽ができて最高です。元夫は食事にこだわりが強く苦労させられました。ちなみに私はカレーを3日続けて食べても平気なタイプです。
しっかり自分で働き稼げているんだから、こうして今お一人様を満喫できているんだな。買い物中そんなことを考えながら嬉しさに浸っていると、惣菜売り場で橋本さんを見かけました。相変わらず揚げ物コーナーを吟味しているようで、男性の一人暮らしなんてそんなものかなんて思っていると、ふと彼の買い物かごが視界に入りました。相変わらずお酒やらカップ麺が投げ込まれていたものの、なんとまあカット野菜が追加されていたんです。私の一言を彼は受け止めてくれたの？それとも偶然野菜を買っただけ？なんて考えていたら、橋本さんが私に気づいて笑顔で駆け寄ってきてくれました。そして照れくさそうに、あなたの言うことはごもっともです、食生活改善に努めます、と声高々に宣言しました。なんだかその姿が可愛らしく思えた私は、また突拍子もないことを口走ってしまいました。私の家へ食事をしに来ないかと。野菜を食べなさいくらいならまだしも、家に来ないかだなんて、穴があったら入りたい、とんでもない失言に慌てふためく私を見て、彼はくすっと笑い、ぜひゴチになりたいですと白い歯を見せて喜んでくれました。私はこれまで恋仲となった相手は元夫のみでした。そのため異性に対してあまりいい印象を持っていなかったのです。しかし橋本さんと出会い、こんなにも表情豊かで温かい人もいるのかと、60歳にして初めて知りました。まあ彼は私より二回りほど若いため、我が子と重なって愛おしく思うのかもしれませんが、そんなこんなであっという間に彼が自宅にやってきました。彼の好きな餃子や唐揚げはもちろん、人参をバターで煮詰めたグラッセや、すりおろし玉ねぎがベースの手作りドレッシングを山盛りサラダにたっぷりかけたものなど、栄養や彩りに気遣ったメニューを用意しました。それらを見た彼は目を輝かせて、ものすごく気持ちいい食べっぷりを披露してくれました。元夫と囲む食事より何倍も楽しく、そして肝心の料理もものすごく美味しく感じました。そして驚くべきことに、彼の口からまた予定が合う日に一緒に食事をしたいと提案されたのです。まさかのアンコールに私は舞い上がりました。それだけじゃありません。2回目の食事会、その前日に彼が突然やってきたのです。彼は食材の買い出しをしてくれていました。そして一言、明日は一緒にキッチンに立ちましょう、俺に料理を教えてください、ですって。子犬のような人懐っこさに思わず笑みがあふれてしまいます。そして翌日のひとときはとても幸せなものでした。食事を済ませ満足している私に、彼は静かに距離を詰めて、やがて寄り添う形に、そこからは自然に身を任せて、彼のリードのもと親密な時間を過ごしました。その間彼はいつものような優しさを兼ね備えつつ、男らしさが際立ち、思わず見とれてしまうほど、こんな未来が待っているとは予想もしませんでした。離婚したことは正解だったな、彼と出会えたんだから、そう思う私でした。ご視聴いただきありがとうございました。エミさんの素敵な出会いに拍手なんですが、すぐに家に呼ぶのは今の時代ちょっと不用心かなと思ってしまいます。シニア世代の恋はゆっくり流れる時間も大切にしたいです。それにしても離婚は大変な決断だと思いますが、その後の出会いを信じると前向きな気持ちになりますね。皆さんは新たな出会いを経験したことがありますか？ぜひコメントでお聞かせください。エミさんのお話の感想もお待ちしております。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。